それには復帰の37歳バーディーおじさん想像を絶するほどのレッドブル依存症という事実。一部サッカーファンの間では周知の事実ではあるが、今季2部で優勝を果たし、来季からプレミアリーグに復帰するレスターのストライカージェイミー・バーディーはレッドブルについて次のように語っている。伝統的は土曜の午後3時に試合の時はまず起きてすぐにレッドブルを1缶飲む。これは30秒でなくなるね。朝食は取らず21時30分にチーズとハムのオムレツを食べるんだけど、それもレッドブルですぐに洗い流すよ。試合の1時間30分前にロッカールームに着いて、そこで3缶目を飲む。以前はモンスターの大きな缶を3つ飲んでいたよ。今はずっとレッドブルの小さな缶だよ。公平性を保つためにね、と語っているという。ちなみにこの他にも試合開始直前や途中出場の際にベンチでレッドブルを飲む姿がたびたび目撃されている。37歳のアスリートには効くのかね。一種のルーティンなんかな。これでしっかり結果残してるからすごいよ。試合前に炭酸飲料飲んだら普通に吐くレベル。バーディーもレッドブルの広告塔で草。レスターのスポンサーレッドブルでいいだろ。ジェイミーバーディーがレスターに途中出場する前にレッドブルの缶を飲み干し、17部以内にゴールとアシストを決めた時のことを決して忘れないでください。ピザとレッドブルしか接しないバーディー。功績は違うがロナウドの努力を思い出してください。37歳なのに20歳のようにプレイするのはレッドブルが彼に翼を与えているからです。レッドブルが本物の翼を与えられることの証明をした。彼がいい指導者になれないのは間違いないでしょう。